はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日はモテない人卒業、男性が寄ってくる女性になる方法をよぜというお話をしていきたいと思います。かなり美人、スタイルが抜群というわけではないのに、なぜか男性が寄ってくる女性っていますよね。皆さんの周りはいかがでしょうか？なんであの人に男性を寄ってくるのと不思議な思いをしたこともある人も少なくないかもしれませんね。実はこういった女性にもある共通点があるんです。ですので今回は、モテない人卒業、男性が寄ってくる女性になる方法についてお話ししていきたいと思います。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただきましたのでご相談させていただきます。りゅうきさん、はじめまして、こんにちは。はい、こんにちは。いつも楽しい動画をありがとうございます。そして LINE の恋愛診断が当たっててびっくりしました。ありがとうございます。話は変わりますが、私は今マッチングアプリで婚活をしています。今年40歳の大台に乗ります。ただアプリをしながらあと一歩というところで付き合えずに疎遠になってしまいます。あまりアプローチが得意ではないので、大きくアプローチせずとも男性が寄ってくる女性になりたいんですが、そんな方法ってありますか？もしありましたらよろしくお願いします。というご相談です。ありがとうございます。そうですね、アプローチせずとも男性が寄ってくる女性になる方法ですよね。承知いたしました。では今からそんな男性が寄ってくる女性になる方法をお話ししていきますね。モテない人卒業、男性が寄ってくる女性になる方法4選です。まず1つ目です。1つ目は、がっつかないになります。つまり、男性に追われる女性はがっついていないです。皆さんドキッとしませんでしたか？がっつくというのは、必要以上にコンタクトを取ろうとしたり、一方的に話を引き出そうとしたり、何かと接触しようとしたり、尽くそうとして頑張りすぎたり、相手に何かを求めようとしたりですかね。ではなぜがっつくと追われないのかというと、男性の皆さんを追わせるスペースを潰してしまうからです。ガツガツしてない女性は、彼女は僕のことどう思っているのという皆さんのことを考えるスペースを与えることができているんです。だから男性に追われる状態を作ることができるんです。なので男性に追われないなぁと感じている人は、がっつきを抑えている。これだけでも男性から追われるようになるかもしれません。要は向こうから寄ってくるようになるということですね。それでは2つ目です。2つ目は、損得感情をなくすになります。男性が寄ってくる女性って損得感情がないんですよね。例えば恋愛テクニックを使うということに関しても、テクニックとは使う目的ってありますよね。何かを得るためです。ですからあまりにもテクニックに頼ってテクニックを使おうと意識することは、大きく損得感情が働くということなんです。この次元で恋愛をしていれば、いつになっても長期的な幸せが得られなかったりします。実際に皆さんも相手の男性が皆さんと付き合いたいと思ってテクニックを駆使してきたら嫌ですよね。なので大きな損得感情が働くように、テクニックばかりに頼りすぎない方がいいということです。それよりも愛から関わる方が、最終的には愛がない男性は去っていき、皆さんを本当に愛してくれる男性と関わりが持てるようになるということです。エネルギーを共振共鳴しますからね。まとめると、男性が寄ってくる女性と寄ってこない女性の違いは、損得感情があるかないかです。男性はそんなエネルギーとひしひしを感じますからね。それでは3つ目です。3つ目は、先に事実を作るになります。皆さん、人の認識どうやって作られるかわかりますか？それは事実によって作られます。どういうことかというと、例えば、よく女性が男性を好きになるとき、体の関係になったという事実を先に作ることによって、女性の認識は、私はこの人と体の関係を持ったということは、私はこの人を好きだと思っていたんだ、体の関係があるということは少なからず好意を持っているからなんだ、このような認識が後付けで形成されているということなんです。そしてこのような認識がその人の中で事実に変わっていくんですね。つまり体の関係を持ったという事実を先に作ることによって、関係を持つ前は恋愛感情を持っていなかったとしても、体の関係を持ったということは、私はこの人を好きだからなんだというように、本人にとっては無意識の領域で認識が作られて、実際に恋愛感情を抱いてしまう状態になるということです。このようにそういう事実があって、それを正当化するために、その事実に合わせて認識が形成されて、その認識が本人にとっての事実になってしまうというのが、人の脳の仕組みになるわけです。一般的には人は好きだからドキドキしたと考えます。実際はドキドキさせるから好きになってしまうといった感じで、好きだという認識や感情が生まれるというわけなんです。よく言われている、楽しいから笑うのではなくて、笑うから楽しくなるといった感じでしょうか。つまり何が大事なのかというと、既成事実を先に作ることですね。例えば何かをしてもらい、そして大いに喜ぶということを繰り返すとか、男性はその人に労力を使い、喜んでくれると嬉しいからです。そんな女性にまた会いたくなりますからね。ある程度その男性の交友レベルが高いという必要はありますけどね。つまり男性は女性が満足しているのを見て満たされるということなんです。これはほとんどの男性に言えることになります。男性のデートの目的は女性を満足させることにあるわけです。女性が喜び満足している姿を見たいんです。だから男性ってどのようにしたらこの人に喜んでもらえるかなと考えてばかりいたりします。男性は勝手にそう考えているんですね。そしてそこで自分の男としての自信を測っているんです。女性は満足させなければ男としての自信をなくすということなんです。だから自分がしたことで女性が満足するのを見れたら自信をもらえるということなんですね。そしてそんな自信をもらえる女性を男性は好きになるんです。そしてそんな女性が満足するのを見たら、また満足させたいと思うのが男性です。なのでまた誘われるわけです。要は男性にしてもらったことに対して、ちゃんと喜びを表現できているかどうかが極めて大切なんです。このような既成事実を先に作ることで男性が寄ってくるということですね。皆さんいかがでしょうか？それでは4つ目です。4つ目は、愛されている素敵な女性とつるむになります。男性が寄ってくる女性になるためには潜在意識を活用するといいと思います。人には潜在意識と顕在意識という意識が存在します。顕在意識とは自覚している意識ですね。一方で潜在意識とは自覚できていない、気づいていない意識です。過去の経験などによって無意識のうちに蓄積された価値観や習慣、思い込みから形成された自覚されていない意識です。そしてそんな意識で私たちは現実を作っているんですね。この世のものは全てがエネルギーでできていまして、私たちは意識というエネルギーにより現実を作っているんです。エネルギーを分解していくと、その最小単位が素粒子になります。その素粒子は何もしなければただただ空間を漂っている状態なんですが、皆さんの意識が介入することで位置や時間が確定します。つまり、現実化するんです。そしてそんな時に、顕在意識が 5%、潜在意識が 95% 影響しています。潜在意識は常に 95% も現実を作る影響力を与えているようなエネルギーを発信しているんです。すごいですよね。なので潜在意識が書き換わると現実もどんどん変わってくるんです。ただ多くの人は潜在意識の中に理想の現実を阻む過去の経験などによって無意識のうちに蓄積された価値観、習慣、思い込みなどが存在しています。価値観とは物事の考え方。習慣とは長い間そうすることによってそうすることがあたかも当たり前のようになったことです。思い込みとは深く信じている信じ込みですね。例えば小さな頃の体験で家が貧しくて両親にいつもうちはお金がないからと言われ続けていたとしたらうちにはお金がないという考え方が形成されてそれが決まりきったようになりそれを深く信じるようになります。そしてどうせお金持ちになれないという価値観や習慣、思い込みが潜在意識にインプットされて潜在意識がますますどうせお金持ちになんてなれないという世界を作るんです。それはお金だけではなくて恋愛、人間関係全てにおいて作られるんです。それは男性は私を不幸にするかもしれませんし頑張らないと愛されないかもしれません。そんな価値観、習慣、思い込みが潜在意識からエネルギーとして発信されてそしてそのような世界を作っているんです。だからこそ、そんな潜在意識が書き換われば現実もどんどん変わってきます。潜在意識の中に存在する価値観、習慣、思い込みです。そこが書き換われば世界は変わってくるんです。過去の経験などによって無意識のうちに蓄積された価値観、習慣、思い込みから形成された自覚できない潜在意識です。ただ潜在意識は自覚できませんが、現実を見ればわかります。どんな価値観とか習慣、思い込みがあるかです。現実イコール潜在意識だからです。現実を見て私の潜在意識はどんな状態なのかをチェックするといいですね。そしてそんな潜在意識を書き換えるのに一番いいのは、すでに自分が目指している目標を難なく達成している人と行動する、共に過ごす、なんです。自分の目標達成を止めている自分に存在する潜在意識にある価値観、習慣、思い込みが全て書き換わっている人と一緒に過ごすこと、一緒に行動すればいいんです。つまりその人と同じような行動をとっていればいいんですよね。例えば皆さんに目標があるなら、その目標を難なく達成している人です。その人の潜在意識は、その目標を達成する価値観、習慣、思い込みがあるから、その目標を難なく達成しているんです。だからその人と同じような価値観、習慣、思い込みを作っていけばいいだけなんです。皆さんの潜在意識の中にです。そうするには同じような行動をして、同じような言葉を使って、同じような考え方をするようにしたらいいですね。すると皆さんの中にもその人と同じような経験をするようになり、その人と同じような価値観、習慣、思い込みが作られてきます。すると少し時間がかかるかもしれませんが、その目標が達成できたりするようになります。ただ皆さんは最初はかなり抵抗感が出るかもしれません。なぜならその人は皆さんの常識の中にはないからです。だからこそ皆さんが達成できない目標をいとも簡単に達成することができたんですけどね。つまりその人とはエネルギーが違うんで、皆さんがその人にエネルギーの周波数を合わせていかないといけないんです。なので最初はかなり違和感があったり抵抗感が出てきたりします。しかもその人の方が格段にエネルギーが高いので、皆さんにとっては結構労力がいるんです。つまり今まで共にしていた人はエネルギーレベルが同じなんで、労力なしに一緒に入れます。類は友を呼ぶという感じです。ですが、その目標をいとも簡単に達成できる人はエネルギーレベルが違うということなんです。だからその人にエネルギーレベルを近づけていくのが大変だったりします。今まで皆さんが過ごしていた環境から出ないといけないからです。過ごしやすかった環境です。皆さんの常識にはない言葉や言動、考え方をするからです。でも、それが本当に魂が求めている目標なら楽しかったりします。恋愛でも同様なんですね。彼や旦那さんに大切にされ、愛されている女性と過ごしてほしいんです。まあ最初はこのような人を見つけるのも大変かもしれませんし、見つかったとしても一緒に行動すると違和感や抵抗感を感じるかもしれません。ですがそんな時はぜひ今日のお話を思い出して参考にしてください。皆さんの世界は皆さんの意識によって作られますので。以上がモテない人卒業、男性が寄ってくる女性になる方法4選でした。いかがでしょうか？まとめますと、まず1つ目はがっつかない。そして2つ目が損得感情をなくす。そして3つ目が先に事実を作る。そして4つ目が愛されている素敵な女性とつるむになります。モテない人卒業、男性が寄ってくる女性になる方法4選。ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。LINE をご登録していただけますと、男性心理と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただいております。ご質問は YouTube、メルマガ、ブログの方などでお答えさせていただいております。それでは皆さんの幸せを心よりお祈りしております。また次の動画でお会いしましょう。